SMBC 日本シリーズ2021の賞金日をお知らせいたします。 SMBC 日本シリーズ2021の優勝チームは、優勝チーム賞として日本野球機構よりペナント、チャンピオンフラッグ、優勝記念品台、内閣総理大臣杯、日本テレビよりトロフィーと賞金50万円、テレビ朝日よりトロフィーと賞金50万円、 TBS よりトロフィーと賞金50万円、テレビ東京よりトロフィーと賞金50万円、フジテレビより優勝券と賞金50万円が贈られます。また個人賞として最高殊勲選手が日本野球機構よりトロフィー、 NPB パートナーサルビー株式会社より賞金100万円、 NPB パートナー株式会社コナミデジタル電化製品店より賞金100万円、 NPB パートナー大正製薬株式会社より賞金100万円、 NPB パートナー日本生命保険相互会社より賞金100万円、 NPB パートナー株式会社マイナビより賞金100万円、 NPB パートナー株式会社三井住友銀行より賞金100万円、 NPB パートナー株式会社ローソンより賞金100万円が贈られます。そして優秀選手3名には日本野球機構よりトロフィーと賞金100万円が贈られます。担当選手には日本野球機構よりトロフィーと賞金100万円が贈られます。ホームラン賞として賞金が贈られます。以上が SMBC 日本シリーズ賞金です。